お久しぶりです、ひなつきそうです。前回からの続きをやっていきたいと思ったのですが、なんかデータをロードしたら10月1日になってるんだよね。なんでだろうもう結構前のことすぎて思い出せないんですが、まあちょっと前回やったこととちょっとずれてる、もしくはセーブをし忘れたりとかしたんだろうなと思いますので、そんな感じのところから続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。確か前回はここまでやったんだよ。なんでここに戻ってんの？まあ、いや学園祭ね学園祭、文化祭だっけ、文化祭がもうちょっとであるねっていうところでしたね。うん。で、相変わらずの七つ森くん、ウィークみたいな感じで毎日を過ごしていたと思います。ちょっとひかるちゃんに情報を聞こうかね。困った時のひかるちゃんよ。はい、僕のこと好きですね。ん、ああ、ああ、一くんの爆発じゃない、一くんの爆弾ついてる。ああ、愛してる。あ、僕のことを愛してるのであって、僕は別にこの子、この人を愛しているとはまだ限らない。あ、この子も僕を愛してる。この子はまだ大好き止まりかな。改めて名前をね、おさらいしましょう。久しぶりなので名前をおさらいしましょうということで、りょうたくんですね。この男の子がりょうたくん。はい、本田一くん。一くんだね。で、七つ森みのるくん、僕が今一押しとしている、みのるくんです。そして、矢之助くん、ひいらぎ矢之助くん、ひいらぎくん、ひいらぎ矢之助、なんかちょっとイントネーションが難しいですね。で、氷室いのりくんと、それで、三影小次郎さん、三影っちって呼んでたんだっけ。みちるちゃんと、それでひかるちゃんと、おひかるちゃん、おひかるちゃん、おひかるちゃん、ひかるちゃんと、OK。 名前のおさらいはできましたねすごい、どれだけやってなかったんだって感じだよね。他にも何か聞きたい？特にないかな。はい、というわけで、そうだな、デートにするデートにする？みのるくん、もしもし、もしもし、あは、みのる大丈夫、ありがとう、待っててくれて嬉しいよ。んじゃあ、そうだな、一緒に出かけたいなって思ったんだけど、いいかな。あ、前にさ、ワンニャン、ブンタラあったの、どっちだっけ？動物園かな？牧場？動物園？動物園かな？ワンニャン行きたいんだけど、ニャー行きたいんだけど、2回目だったらどうしよう。10月9日に動物園に行かない？行くよ。ありがとう！じゃあ、待ってるね。待って。あ、やだ。待ってって言われると、やだって言いたくなるの。はい、何ですか？ああ爆弾の、真面目に聞いて。分かった分かった分かった。マリ、はい。傷が広がる。そうですね。分かる分かる。一くんです。一くんが僕が、僕にちょっと嫌われてるかもしれんみたいな感じで傷ついておられると。はい、爆弾ちょっとね。この電話で爆弾を何とかすればよかったと思うが。いいお天気だし、今日のランチは屋上で食べようかな。メッセージ？あ、ミノルからだ。ランチのお誘いかな。どこ？今音楽部屋ですか？マジマジ部屋住みでてこれは暗号？あれ、これ動画にしなかったっけ？動画にしたけど、僕がやった時にはあれ、なんかミスったデータかな、これ。まあこれは、え、これみんな見た？何回もね、データが消えてるからね、もういつやったのか、やったのかやってないのかもわからない。そんな時もあっていいじゃない。あ、寝てる寝てる、あ、寝てる、推しが寝てる推し、いやいや、まだ推しと決まったわけでもないだろ。こんなところで寝ちゃったんだよく眠ってるな。ネットで夜更かしなんかしてるからだぞ。ため息やめろ、ため息吐息やめろ。全然起きる気配なしと。これ2回目だったらごめんね。だから吐息やめろ。メガネずれちゃってる。ナーナくんだってバレちゃうぞ。これ言った気がするよ、僕。7、8、9、10。うん、おはよう。おはよう。おはよう。よく眠れた？少し腹減った。お昼休み終わっちゃうよ。一緒に食べる？
食べる。うん、じゃあ天気がいいから屋上に行こう。起きたばっかで眩しいじゃん。溶けちまえ。溶ける、あ、溶けるって書いてあった。溶けちまえ。もう吸血鬼じゃないんだから。ガオーかわいい。ほらほら、お昼休み終わっちゃう。行くよ。了解。うん、行こう行こう。僕はここで音楽室で食べてはいけないのか。いやでも教室、音楽室はダメかなって言った記憶あるけど、これが消えたデータなのか消えてないデータなのかもう思い出せない。お、はい、何ですか。あ、みんなってどうしたの。昼飯、学食行こうってなった。一緒に来るか。もちろんだよ。っていうか右の涼太くんも一緒なんだ。あ、どうかしたのかって。別に何でもないよ。涼太くんとは別にな、何でもないから。うん、行く。オーケー、うん、行こうぜ。行く行く行く。何食う、美味しいの食う。今日は何を食べよう。焼きそば。あ、まだ食べてないの。多分焼きそばじゃない。焼きそば食べよう。今日は焼きそばにしよっと。焼きそば食べたくなってきた。おー、何、すごいな、その青のり、うん、食べてからニコってしてみ。そういうこと言うのやめとき。女に嫌われるかもしれんよ。嫌われると限らないからかもにした。もぐもぐもぐ。え、これ何、七つ森くんな、これ何、トマト、鶏肉とか何かかな。で、そば。りょうたくんの方そば。え、そば湯飲みたい。ゆで汁くれ。それじゃあいただきます。いただきます。うん、もぐもぐもぐ。学食のメニューってさ、うん、渋いけどバラエティは豊かだよな。あなたの食べてるの渋くないけどね。定食屋さん並みかも。でも、うん、見た目やネーミングだけじゃなくて、うん、味の方も手を抜いてないのはさすがだ。ハバガクの学食をさ、現実世界に持ってきてほしい。そういうこと。みんなで行ってみたくない。風間、分かってんじゃん。もうカタカナで風間って呼ぶのいいってよく分かってんな、おめえも。誰がメニュー考えたら人気になりそう、うん、そうだな、うん、羽ばたき城の家老の家、うん、風間家に伝わる羽ばたき御膳。羽ばたき御膳いいじゃないか。食べたいね。あ、なんだか豪華で美味しそう。それなら、うん、古文書から献立を再現できるかもしれない、すごい。盛り付けも当時を意識してさ、あ、見栄えも重要。すげえすげえ、それは気になるじゃん。オーケー、うん、じゃあ盛り付けは七つ盛り、うん、味の調整はお前に任せるよ。おー、ええ、私、あ、私か。なる、うん、時々メガ盛りとか頼んじゃう、うん、食いしん坊だしな。うわー、なるほど。もうでも羽ばたき御膳楽しみかも。確かに楽しみだ。さあね、そして8日になってしまったと。これでちょっと爆弾解除のためのお電話をしていきましょうね。いっくんにちょっとごめんねって言うつもりで、ごめんねしましょう。じゃあね、来週なんだけど、そうだな、いっくんと行ってみたいところか。どこでもいいんだけどな、本当は。遊園地とかどうかな。うん、いいの。あ、いいんですね。あ、はい、すいません。いいならいいんです。大丈夫なら大丈夫なんです。ありがとう。じゃあ10月15日にバス停で待ってるね。はいはい。あ、これ明日デートどこだっけってなるじゃん。バス停以外で、バス停以外。うん、やった、早く10月15日。あ、でもどっちにしろ動物園の方のデートもバス停だから大丈夫か。間違いないね。はい、デートに行きましょう。デートデート行くぜ。うん、ちょっと早かったかな。あれ、ミノル早いね。うん、よ。おお、早い早い、随分早いよね。まさか寝てないとか。寝てない。知ってる知ってる。こっち。うん、もっと行く。はい、かっこいい。これだろ、モデル。お前がモード好きだって俺知ってんだぜっつって。ああ、うん、惚れ惚れする。惚れていつまでも見ていられる。見ていて。照れちゃうな。お、うん、さ、色も流行りだったんだ。やったじゃん。ふふ、ミノルに褒められた。あ、ニャーズ行こう。あ、ごめんなさい、でかい声出しちゃった。ニャン。
にゃん好き。好き。わかる。僕も好き。行こう。あ、別に、にゃんが好きなのであって、あの、んじゃないから。うん。ん？ちょ、にゃんも好きだけど。手。手。繋ごう。いいよ、繋ごう。はい。うん。にゃんことわんこ。うん。どっちが好き？にゃんが好き。にゃんが好きだけど、にゃんが好き。あの、どっちも好きなんだけど、どっちかっていうとにゃんこかな。仲間。仲間。うんうん。しなやかでクールだし。うん。たまに甘ったれなとこがたまんない。ちなみになんですが、僕も猫なんですけど、僕のことも好きですか？なんて。やったね、バッチリ好印象。やった！チリバツ来たこれ、ありがとうございます。ちょっと、お目見つめさせてください。大胆。大胆でしょ？知ってる。あ、違う。知ってるでしょ？僕が大胆なの。楽しかったとか。うん。そんな、ありきたりなこと。そうだね。僕も、そんなありきたりな言葉じゃ。ま僕は離れたくないよ。時間ある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 。超あるから。よし。一生一緒によ。それはプロポーズになってしまう。何？何でもないです。俺も。うん。僕はドキドキしてる。いや、まあ僕はドキドキしてなかったけど、そっか。君がドキドキしてるって言うんだったら、僕もドキドキしてるってことでいいよ。もう一日が終わっちゃうんだな。そうだね。終わっちゃうんだね。ん？うん。じゃあ頑張ります。と。あー、よくない。うん、もう少し、うん、そう、一緒にいたいでしょ。知ってるよ、僕だって君と一緒にいたい。ずっとずっと一緒にいたい。こんなに思いが溢れてるというのに。でも君の思いは僕にはまだ全然届いてないんだよ。もっともっと伝えてよ。何がすごい、ちょっと頑張ってアドリブを頑張ってるんだけど、アドリブじゃねえか、アドリブだな。ぼーっとしてきた。危ねえな、熱中症じゃね。大丈夫ってのもしかして。あ、いいの？あ、いいの？わかりました。じゃあ今日はおでこにしよう。おでこを集中攻撃、おでこの集中攻撃です。はい、やばいって。はい、襲われたいわけ。うん、襲ってくれても構わないよ。終わり。君がそれがいいだと、いいと言うのなら。うん。あ、仕返し待ちってことだよな。そうそうそう、待ってました。オーケー。いいよ。ごめんね。はいはい、うん、俺の負けで今夜もおしまい。仕返ししてくれないの、もしかして。あ、仕返し、え、仕返ししてくれなかった。あ、仕返ししてほしかったよ。みなみのるからメッセージ、もっと遊びたかったな、また今度。仕返しされたかったな、また今度。よかった、よかったじゃねえよ、お前。うわぁ、そうなんだ、仕返しはされないんだ。ちょっと物足りなかったよ、僕は。ごめんなさい。ああ、そういう日もありますよねって。ああ、全然うまくいかない。おう、うまくいった。うまくいった。おう、なんか変なものがさ、刺さった、刺さった。変なものが生まれた。おぎゃ。逆にモード着てったらどんな反応するか見たくない？よし、モードでいいや。はい。まだかな？あ、本田くんだ。あ、ごめん。途中で気になる裏道を見つけてさ。お、その裏道どうだった？近道かと思ったら、うん、あ、なんだ、遠回りだった。遠回りだったのか。まあ仕方ないんじゃない？そういう時もあるよね。次からは気をつけるように。はい。うん。じゃあ、行こう。行こっか。どうしたの？ちょっと髪気になるから、ちょっとさ、この跳ねてるとこだけ触っていい？どうかした？うん、跳ねてるねっつって。おかしいな。え、何？君が変わったのか、俺が変わったのか。なんだよ。え、今日の服どこか変だった？違う違う。あ、いいの？そういう服って興味なかったんだけど、うん、君のせいで最近よく目が行くんだ。え、もう僕、君の前でこの服着てったの多分初めてだけど。え、よく目が行く、最近って言ったよね。今日初めて来たつもりなんだけど。よかった、うまく着こなせたみたい。その色、うん、流行ってるんだってね。まあでもダメじゃないな。街でもよく見かける。うん、知ってる。まあね、そういう服の色が今流行ってるらしくてさ、ちょっと着てみたよっつって。もちろん。うん、早速取り入れてる上に、うん、似合ってるなんて100点満。ありがとう。やった、本田くんから満点評価。よっしゃ。それで君の一番はどれ？ね、多分いっくんはね、大体何でも喜んでくれそうだけど、こういうのはどう？コーヒーカップに乗りたいな。
あー、そうきたか。あ、嫌なんだ。はあ、そうなんだ。はあ、あ、憂鬱ですね。別に別に、僕は君に三半規管って鍛えるの難しいんだよ。そういうこと？目が回るから嫌だってこと？別にじゃあ無理しなくていいよ。あ、無理させようか。ガラン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 つって。はいはい、僕はニコニコ笑ってますが、いっくんは、あー目が回るよ、あーってるね。まあいいんじゃないですか別に。ごめんね、冷たくて。別に急のことが嫌いなんじゃないの。もう回しすぎだって。そうだね、うん、世界が回ってる。君が回ってる。あ、まあまあかな、これもしかして。まあまあかな。君も楽しい？君今楽しくなかったでしょ、絶対。スキンケアについては研究中。うん、おお、研究してるんだ。偉いじゃん。どれ見てんだろう。ちょっと疲れた。うん。かな。君は大丈夫？だいぶ疲れた。どうしたの？何？何でもないよ。さ、帰ろ。帰ろ。いいよ。まあね、爆弾のためとはいえ、爆弾のためだけど、君と過ごせた一日だったってことには変わりないんだよ、なんて。はい。学力が芸術、気配り、魅力。魅力は下がってるけど、流行はそれなりに高い気がする。旅行にしちょっとあげようかな、来週ぐらいに。ちょっとなんすか。おい、お前ら、うん、俺が見えてんのかよ。すいません、前から声は聞こえるんですけど、誰の姿も見えません。来週の日曜は課外授業だ。あ、課外、休めないじゃん。はい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 。休みの日に俺の顔見たいっていう既得なやつは参加するように。じゃあ既得なんで参加しようかな。あ、でも先生とのダブルデートじゃないから参加しない手もありだけど、いやでも手を挙げてこう。好感度稼いどこう。ほー、うん、じゃあ参加するやつは、わかったわかった、日曜な。うん、寝坊しないようにしないと。まあね、偉い生徒も演じていきましょう。演じるとか言うなよ。あ、なに、あれ、んー、りょうくん先に帰ったんじゃ。なんで帰ってたって知ってんの。先に教室は出たけど、うん、ここで待ってた。なんだよ、待ち伏せかよ、やめろ。え、なんで。たまにはいいだろ。うん、違うクラスだった場合のシミュレーション。ああ、なるほど、そういうこと。ずっと同じクラスだもんね。で、いいんじゃない、一緒に帰るのかよ。うん、じゃあそうだね、お茶して帰ろっか。いいな、うん、お前の好きなスイーツも食べるか。僕の好きなスイーツ覚えてる？僕は忘れたよ。なんでもないです。僕はミルクレープとか好きですね。うん、フィナンシェも好きですが、そうだなあ、でもね、レアチーズケーキが一番好きかもしれない。いや、ミルクレープがだいぶ好き。うわあ、もう何でも好き。ところで、ところで、よく聞く音楽、よく、好きな食べ物は何ですか。そばかな。そばか、こっち帰ってきてさ、再燃してる。これ前聞いたけど、さっき食べてたのもそばだったね。おそばか、美味しいよね。うまい。うん、新そば打ちたてとかさ。前さ、28そばだっけ、なんか割合が、あれのすごい極限まで18なんだっけ、19みたいなやつ食べた気がする、あの京都行った時。うん、そういえば小さい頃おじいちゃんに教わったことあったな。打てるんですね。全然うまくできなくて、うん、結局そばがきにして食ったっけ。そばがきって何よ、それも美味しそう。あ、お腹鳴った。お前な、おの、おい、好きな女のお腹の鳴る音を聞いて、あ、ってなって顔照れてんじゃねえよバカ。あ、恥ずかしい。でもなんでりょうくんが照れてるの。ね、本当だよ、僕のこと好きすぎるんでしょ、知ってる。うん、うん、お日様バッチリ、今週はバッチリ、そう頑張ったよね。本当、うん、あんたとは気が合う。うん、あっという間に時間過ぎていくし。そうなんだよね、ナナ君と一緒だと、あ、ごめんなさい、ミノル君、ミノル君と一緒だとなんだか時間がとっても過ぎるの早くて、いつも退屈じゃない。いつも物足りないんだ。物足りないって言おうとしたら退屈って言っちゃった。やったね。課外授業行きたくないな。
だってストレス溜まってんだもん自分で行くって選択肢したのに。もうみんな熱くなってるのに先生どうかしたのかな。あはあはあはあ、間に合った間に合ったよ。あ、遅刻ですけど、うん、すみませんでした。あ、謝罪してくれるんだったら勢いで乗り切る作戦失敗か。もう失敗失敗。それでは始めるぞ。始める。なんだ。じゃあちょっと何狙ってんだよ先生と腕組みたいなっつって。なんでもないよはい、おい、うん、お前らチケットはあるか。チケットもちろんあるに決まってんじゃん。開演中は静かにな、はい、え、どこに来たのこれ。はーいはーい3回ぐらい入ってたかも。返事はよろしい。ん、今回の課外授業は当たりだな。おお、ただで見れてラッキー。これただなの？だったらもうチケットなくたってもあの、じゃあ団体様でみたいな感じでできるじゃん団体様入っていいよガーみたいな感じでチケットなくてもよくないそんなことはないと。はい、何が見れるんでしょうか。おお、あなたに幅寄せ席読めんあ、なんか見れたけど。本題が始まる前の小話、うん、枕っていうんだ。枕言葉。そこで捕まれました。だろだろ、うんうんうん、一気に会場がさ楽しもうって感じで満ちたよな。そうそう、いいよね。やったね、バッチリ好印象。チリバツきた、これありがとうございます。ん、はい、ちょっとにらめっこか。にらめっこする。受けて立つぜ。笑っちゃまきをアッププーンこれ言いたかっただけです。うん、今日の課外授業とっても勉強になりました。ならよかったよ。うん、休み潰してきてくれたんだもんな。そうだよ。そう、スタミナをね減らすことをね諦めてきたんだからね。ほい。よし、うん、みんないるな。みんないるいる。帰るよ。そうしてあっという間に終わっていくんですよ。ああ、すごいドライだな僕。よし、休んでこうぜ。もうお昼寝ばっか。おい、見つけた。見つかっちゃったよ。ミネル、どうしたの。今度の日曜日、うん、予定空いてる。え、なんだよ急にびっくりするじゃん。もちろん空いてなかったけど開けるね空いてる空いてる。映画のチケットもらったんだ。うんうん、一緒に行く。一緒に行かないか。行こう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 。よし、うん、ありがとう。当日はどうする。じゃあ駅前広場でどうかな。オーケー。うん、日曜日寝坊しないように。わかった、寝坊しないようにするね。みのるこそ言うね。うん、じゃあね。みのるにデートに誘われちゃった。日曜日が楽しみだな。楽しみだね。うん、そしてまだも寝る寝る寝る。あ、今年の文化祭で開催される学園演劇に参加したい人は申し込んでください。参加したい参加したい参加したい。クラブの出展もあるけどどうしようか。学園劇に決まってんじゃん。何を言いますか。では2週間後の文化祭を目指して頑張りましょう。はい、頑張りましょう。でね、これはなんだっけ、学園祭文化祭コマンドをたくさんすることによって成功率がね変わったりとかねするんでね。だよね確かだからね、本当はこの項目をいっぱいやるべきなんだけど、今日はデートがあるのでデートに行きましょう。はい、チケット。うん、ありがとう。席結構良さげだな。そうだね、よかった。え、これあん時のあれと あれしない、大丈夫、あのイベント重ならない。限定フレーバーのポップコーン。うん、そんなことしないよ。何、実はそんなポップコーン好きじゃないんだそこ、うん、なんだよ、感じてんじゃねえよ。おお、なんか何どういう映画なの。よかったなあ、よかったなあみたいな、最高だったね。感動。おお、もうよかった。なんか、うん、人生捨てたもんじゃないって気持ち。そうだね、いい映画だったな。すごくわかる、本当にそうだった。やったね、待って、今日バッチリ好印象バカじゃん、やば、いい日ですね、うん、くすぐったいって。くすぐるためにやったんです。帰りたくねえし。帰りたくないの。僕も一日じゃ全然、本当はもっとずっと一緒にいたい。ミノル、帰りたくないよ。なんだ。なんでもない時間時間まだ平気平気。
いいよ。よし。うん。あ、スキンシップ忘れた。はい、ここカットバーします。もう一日仕返し待ちってことだよな。どうせ仕返ししてくれないんでしょ。全くもう。はいはい。うん。俺の負け。全く。もう仕返ししてくれたってよかったのにさ。ね。これを思ってる人何人もいると思うよ僕は。あ、文化祭めっちゃ成功するじゃん。いいじゃん。え、もう文化祭しまくろう。文化祭は絶対成功したいから。あでもあ、はい、あ、ほんだ、あ、名前いっくんにしよう。いっくん、一緒に帰ろ。いっくん、お、俺にな、うん、今日一緒に帰らない？うん、いいよ。いいの？今日は用事もないしね。用事なくてよかった、よかった。それじゃあ行こう。うん、よかったです。もうすぐ文化祭だね。そうそう、学園演劇のことなんだけど。うん、うんうん、ええ、どうしたの？いや、本当は秘密にしろって言われたんだけど。お、君には特別ね。うん、なになになに。実は上映作品の設定交渉を頼まれてるんだ。すごい。設定交渉？そうそう、うん、脚本が原作や史実に基づいて作られているか確認する作業だよ。専門的なことをしてらっしゃるんだ。自分の知識を活かせるから楽しいし、うんうんうん、引き受けてみようかなって思ってるんだ。え、ちょ、ギリギリだけど大丈夫？時期的にもうちょっとで、あの、文化祭だと思うけど大丈夫かな。ちょっと心配です。へー、すごい。いっくんならそのまま脚本も書けちゃいそうだね。設定におかしなところがないか確認するのと、うん、お話を考えるのとは全然違うよ。でもできそうだよ。俺はあくまでも、うん、お話を横から補強する役目。うん、それだけでも俺にとっては大役だよ。まあ知識をね、知識が役立ってる。いいね、君らしいのかもしれんね。楽しそうで良いな。薄っぺらい言葉しか言えんかったからごめんなさい。あ、電話、ヒカルか、もしかして爆弾ついた？もしもし、ヒカル？真面目に聞いて。ああ、はい。マリーの近くで、心に、ちょっと待って、誰？傷が広がらないうちに、はいはい、わかった。いや、誰だかわかんない。誰誰？誰だよ。やばいやばい、学園祭が始まっちゃう。はい。あ、はい、はいはいはい。あ、この二人は爆弾ついてないかもしれんね。昼飯。いいよいいよ、学食行こう。オーケー、うん、行こう行こう。一緒に行ってくれるんでしょ。あ、何しよっかな。ラーメン、バンバンジー、バンバンジー食べよう。今日はバンバンジー。あ、さっきもしかしてミノルが食べてたのバンバンジーかな。ね、てんてんてん。それじゃあいただきます。いただきます。うん、麻婆豆腐と、これはさっきかな。で、お味噌汁、たくあん。これなんだろう、見えない。肉じゃがみたいな感じ。急にどうしたの？ほら、甘いもの食べたり、うん、急にスタミナ系行ったりさ、うん、チョイスが最高。褒められてるんだ、よかった、ありがとう。確かに、うん、全く読めない。読めないか。学食の一番の楽しみは、うん、あんたの中。なるほど、バンバージー良かったですか？え、そんな風に見られたら選びにくいよ。七つ森、うん、余計なこと言うなよ、うん、俺は自由に選んだのを当てたいんだ。なるほど、あ、当てる？ねえ、二人で何してるの？ああ、あんたとメニュー被った方が勝ちっていうゲーム。そういうこと？じゃ被ってないじゃん。どんまい。だからこれからも思うがまま注文してください。なるほどね。じゃあ同じのだったら、あ、勝ったんだこの人、あ、負けたんだこの人っていう風に見られるわけですね。わかりました。うん、よし、文化祭、あ、始まっちゃった。今日の文化祭、私が参加するのは学園演劇。準備急がなきゃ。はっはっはっは。おーい、どうしたの、りょうたくん。りょうくん大丈夫？疲れてるみたい。あ、全部済ませてきた。うん、シモンのお客さんや後輩、うんうん、敬老会の人たちと回ってきた。おー、すごい、敬老会の人たちとも回ってきたと。今年もモテモテだね。うるさい。うん、だからほら、
行こうぜ。なんで？でもりょうくんはあちこち回ったんでしょ？そうだよ、うん、お前と回るためにな。あーなるほど、僕と回るために他の人たちとの用事を早めに済ませておいたと。うんありがとう。よし、うん、じゃあさ、校門入るところからやろう。そっからやんの？また声かけられるよ、大丈夫？よし、最後の文化祭楽しもう。うん、あ、ミチェルちゃんどうしたの？今年はマリー、うん大丈夫、うん、今年はしっかり対策してきたから。どんな対策したん？文化祭準備期間中に、うん、恋愛もののドラマや漫画をたくさん見て体勢をつけたの。なるほどね。だからどんな恋愛的光景を見てもべべべべべ別にドキドキなんかしてないんだからね、プンってなるってことですね。だから、うん、少しぐらい甘酸っぱいシチュエーションを見たって動じない。動じてほしい。そっかでもなんか、うん、その漫画やドラマ素敵なお話だったな。思い出してキュンしちゃったな。思い出すだけで顔が熱くなっちゃう。あらあら、やだ、私また顔が真っ赤になってる。なってる。とっても可愛いキュータのお顔だよもしかして逆効果だったかもね。お、どうしたのどうしたの、いのりくん？おう、あ、君か。そうだよ、まさか今年もサボり？いや、ちゃんとやってるし。やって、本当？でも、うん、視線を感じるんだよな。何か忘れてる役目があるとか？そうかも。ちょっと聞きに行ってくる。うん、行ってらっしゃい。待ってていいかな、君のこと。うん、行ってらっしゃい。イムロ君、行っちゃった。やっぱ勇気を出して声をかければよかったかも。人気なんだね。まだ間に合うかも、うん、追いかけてみよう。そうは問屋が下ろすか。バン、祈りくんならあっちに行ったよとか言ってみたいな。なんか違う方向ね、指さして、うん、もしかして祈りくんが感じてた視線ってあの子たちの？人気者なんだな。人気者なんだね。いいですね、人気。ああ、そろそろステージ本番だ。セリフ忘れないようにして。誰と演劇部一緒にできますか？本番前から怯えててどうすんの？どうすんの？どうしましょう。ドキドキしちゃった。おあ、なんかかっこいい。ミノルって？ミノル、野獣のメイクまだしてないの？もうすぐ開演だよ。平気、うん、メイクなんてちゃちゃっとできるし。あ、そうか、そうかもしれないけど、それにしても上司の衣装のミノル、うん、じゃなくてナナ君かっこいいかも。じゃあナナだってバレちゃうよ、その見た目。こらこら、うん、この姿に見とれるのはラストシーンだぜ。あ、見とれてもいいんだね、ラストシーンになれば。これより羽ばたき学園、うん、学園演劇を開演いたします。はい、じーさ、夢見るヒロインからスタートだ。うん、後ほどステージで会おう。はい、会いましょう。あなた、どこにいるの？ベル。おお、本当に美女と野獣なぜここへ戻ってきた？お、なんか全然イメージ違え。なぜって、あなたに会いたくて。じゃ、噛んだ。なぜって、あなたに会いたくて。そうか、ありがとう。だが私はもういや、目を開けてちょうだい。私はあなたを愛してる、愛してるのよ、お願い。え？本当はここでキラキラってイケメンに戻るんだよななるほど、そうだよ。だからそろそろ起き上がらないと。それでいいのかよ、ヒロインは。だって好きなのは野獣の俺なんだろ。あー、そういうこと。この後の俺は
見た目別人じゃん。なるほどね。でもそれでこのお話はハッピーエンドになるんだし。納得いかねえけど、ストーリーに従うか。そっかそっか、仮面をかぶってるわけですものね、いつもね、あのナナ君はね。てんてんてん、よかった、無事に終わったね。納得いかねえ。おー、そんなにいかないのか。もう、あんたはさ、ナナと七つ森みのる、どっちがいいの？どっちも。でもみのるが好き。え？くだらないこと聞いて悪い。忘れない。忘れて。おー、まったくみのる、どうしたんだろう。どうしたんだろうじゃねえよ、おめえよ。まったく。それにしてもメイクが溶けた後の女子の歓声すごかったけど、みのるの正体がバレちゃったんじゃ。だとしたらやばくない？え？モテモテのモテ男になるよ。学園劇で主役、違う、学園演劇で主演もできたし、充実した楽しい文化祭だったな。よかったね。こうして高校生、高校生活最後の文化祭は幕を下ろした。え、なんかなんとかクイーンみたいなのなかったね。あまりにも魅力なさすぎたかな。今日で演芸部、おー、引退なんだ。ああ、引退しちゃった。ありがとうございました。晴れ着フェア12月末まで。うん、はいはい。はあ、とりあえずちょっと爆弾ついてるの誰かだけ見ようか。おお、祈りくん、さっきあったけどダメなんですね。ダメのようです。いやー、僕のこと好きすぎるね。これでも俺だよ、これだよ。ね、あーでも、うん、うん、って感じ。まあでもラブラブですね。いいじゃないでしょうか。他にも、せっかくだからガーデンも見ますか。さあさあさあ、マリーの、はい、心の庭はどうなっているかな。隣にはミノルくんがいますね。いいと思いますよ。他にも何か、なんないな、特にないかな。光る応援、うん、ありがとう光る、またね。というわけで、今回はこの辺にて終わりたいと思います。意外とちょっとなんか濃かったような気がするし、フリマにはいけるね。あ、羽ばたき山とかもいけたんだ。現代アート展、へー、あー、このフリマは僕はスルーしたかもしれない。ナイトパレードは行ったよね。うん、あ、うん、もう覚えてない。もう忘れちゃったよ、なんだったか覚えてないよ。あ、勉強がすごい運がいいから勉強をやろうかな次。うん、今回はね、そうですね、あのミノルとのデートと課外授業と、学園じゃない文化祭とね、ちょっとまあいっくんとのデートもありましたね。いろいろデートしてた、この動画になったんじゃないでしょうかと思います。あ、来月このね期末が終わり、クリスマス、多分次回はクリスマスのあたりの動画になるかなって感じがして、その次が1月の正月からバレンタイン、もしくはか、もうちょっとだね。あとちょっとだ、あとちょっとでこの動画も終わるんだろうな。久しぶりにね進めてみたけど、いかがだったでしょうか。面白かったなって思っていただけてたら嬉しいなと思います。いやー、久しぶりにゲームに対して突っ込んだりしたわ。いや、ありがとうございました。なるほどね。うん、フリーマーケットとかも行きたいね。で、最後のクリスマスは好きな男の子と一緒に過ごせるのでしょうか。はい、そんな感じで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、高評価ボタン、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。Thank you for watching my stream. Please subscribe to my channel and press the like button and follow me on Twitter. See you next time. Bye bye. おー、七つ森くんとイチャイチャしたいなー。バイバイ。